ボートレース都のゴールデンウィークシリーズ第18回ビナチャンカップシリーズ5日目の11レース2つ目の準優勝戦です。コース取りは1、2、3、4、5、6枠なりとなりそうです。水面状況は依然として向かい風気味です。左横風から向かい風、現在は3、4メートルほどです。まずインコースには1号艇志賀吉川京が入ります。2コース2号艇同じく志賀片足浮高、3コースには3号艇兵庫小坂直也1、2、3、4コース4号艇愛知黒柳俊吾、5コース5号艇滋賀山田昭弘、大外6コース6号艇兵庫河野聡です。ここは地元3人そして遠征陣3人3対3の組み合わせ。しかし1号艇2号艇ここは地元勢がしっかりと期待に応えることができるか。1番吉川清、昨日は後半大敗でシリーズリーダーから2位にダウンいたしましたが、今日前半戦はしっかりと指して1着。また2番の片足若手109機の片足はエースモーター57号機のパワーで今日前半戦は6コースからまくり出しています。遠征陣では3番の小坂、4番黒柳が人気、外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第11レース準優勝戦スタートしました。2コース2番の片足は気合のスタートか、1周の内幕へ、インから1番の吉川京が押し切るか、そこを狙って2番の片足が刺してまいります。さらに3番の小坂も刺してきた、少し波にはまったが2番の片足です。内をついた3番の小坂現在2番手、上位3艇が1番3番2番です。1番の吉川京が逃げていますがぴったりとすぐ後ろ3番の小坂が続く、さらに2番の片足もここはパワーで巻き返すか。スタートは正常でした。第2ターンマーク1番吉川清から注目は2番手2番の片足2番手折り返す、刺す3番4番ですが、ここで2番3番まだ2番手並走状態か。わずかにうちの3番の小坂が優勢、僅差で2番の片足は3番手判定審査、後続3点は4番6番5番外枠勢です。さて2周1マーク1番吉川清は先頭、そして注目2番手刺してきた3番の小坂、その後ろには2番4番今度は2番4番2番片足と4番黒柳は現在3番手競り合い、この間に2番手リードを稼ぐか、3番の小坂直也1番3番2番の順でまもなく2周台ターンマーク、2番の片足に迫っていく4番倉柳、ここは3番手争い、また2番の片足優勢、1、3、2、内枠3艇が上位を形成。まずはもうこれで独走体制ほぼ安全圏開始、番吉川清3番の小坂直也もどうやらここは2番手このままキープか、2番の片足粘りますがちょっと今離されています。最終の1番からバックへ、先頭1番吉川清、2番手3番小坂直也、そして2番の片足北が3番手、1、3、2、後続4番黒柳、6番の河野、最後に5番の山田昭弘、それぞれ展開開きまして最終第2ターンマークです。1番吉川清から3番の小坂が2番手、3番手2番の片足北がまもなくゴールを迎えます。あと 50m、 1番吉川清が先頭で5人、2番手3番小坂、3番手2番片足、さて4番黒柳、6番河野、最後5番の山田昭弘がゴールいたしました。以上第11レース準優勝戦でした。